こんにちは、高中です。時刻は10月下旬の11時頃、小田急江ノ島線の鵠沼海岸駅に来ております。鵠沼海岸駅は神奈川県の藤沢市に位置しております。近くには海岸があり、サーフィンの名所としても有名で、特に夏の間は片瀬江ノ島付近の海岸がサーフィン禁止エリアになるので、多くの人がこちらで波乗りを楽しむとのことです。1日の平均乗降人員は約2万人。2018年までは急行停車駅でもありました。では散策していきます。いかがでしたでしょうか。江ノ島駅は平日でも混雑していますので、比較的空いているこちらの駅に向かうのも良いかもしれません。他にも本鵠沼駅、鵠沼駅を散策しましたので、そちらの動画も見ていただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。